有馬稲子は日本の女優。大阪府豊野郡池田町出身。血液型は A 型。愛称は猫、ね、ちゃん、お稲、ね。ホリプロブッキング A ジェンシー所属。本名は中西森子。父は共産主義者で関係に追われる身であったため、見かねた祖母が4歳の森子を不ざにいる、父の実施の中西金の下に連れて行き、子供がいなかった金夫婦は森子を養女にした。 養父は家庭用品問屋で商工会議所議長などもやっており、養母の中西金は選挙。普山公立高等女学校に入学するも間もなく終戦を迎え、おばの手配で引き上げ船に乗り、下関に帰国する。当初は引き上げ船で知り合った人物の世話になり、小倉で1ヶ月滞在するも大阪にいた森子の実の両親が彼女の生存を知り、再会を果たす。 しかし、ジップに虐待を受けたり、手前たちとの関係がうまくいかなかったため、自殺を考える時期もあったという。1945年秋、大阪府立夕日が丘高等女学校に編入する。中西しかね1948年、仲の良い友人が、ねえ、宝塚、受けへん。音楽学校が、生徒募集してるわ、あんたやったら、受かるんちゃうかと声をかけてくれたことが、 きっかけとなり、宝塚音楽学校に入学する。当時は、宝塚への知識は、全くなく、ただ駅でよく美しいポスターを見かけるぐらいだったため、養母が宝塚歌劇団にいたことは、入学後に、当人から知らされたという。1949年、宝塚歌劇団36期生として、宝塚歌劇団に、入団、二代目、有馬稲子を襲名する。 この芸名は百人一種の第二三位の有馬山著名の笹原風吹けばいでそよ人を忘れやわ、鶴に由来する。この由来を知ってからは、古臭いと思っていた自分の名前が好きになったという。宝塚入団時の成績は63人中9位。財団期間は短かったが、主演娘役として活躍した。財団中の1951年、東宝。 宝塚夫人で映画デビューする。もともと宝塚財団中から進撃のファンであり、映画への誘いに抵抗がなかったという。同年7月、映画、赤霊の曲で初主演する。宝塚歌劇団の最終出演公演の演目は、花組公演、パリの騎士、かぐや姫である。人参クラブの共同創設者、左から有馬稲子、騎士稽古。 小賀野義子1953年、自身が男役を演じた、蔡の違和感から映画に興味が転じ、3月25日付で、宝塚歌劇団を退団し、東宝の専属女優となる。1954年には、岸士子、小賀野義子らと共に、文芸プロダクション人参クラブを設立する。以降、岸、小賀野との半世紀にわたる友情は有名である。 自ら出演作を決めたりする活発な活動は、御手根ことも揶揄された。朝日グラフ1955年6月29日号より1955年に、小畜へ移籍した。同様に東方から移籍してきた、岡田真理子と共に2枚看板として、大活躍する。1960年3月30日から5月15日まで、約1ヶ月半、ヨーロッパを旅行する。 当時はまだ海外渡航自由化の前で貴重なヨーロッパ旅行となった。1961年公開のモズについて当初は杉村春子と岡田真理子が母娘役での出演とされていたが最終的には淡島千景と有馬での制作となった。これは有馬が所属していた人参クラブがモズの権利を保有していたためだという。この件はモズ事件として マスコミで懸伝された。1961年11月27日、俳優の中村金之助と結婚式を挙げる。披露宴の招待客は、約1000人以上、用意された。ウェディングケーキは高さ2メートルで、当時の値段で16万円、と、日本映画界を代表する、トップスター同士の結婚にふさわしい、当時としては破格の豪華結婚式だった。また、 二人の結婚を祝して、有馬錦という銘柄の日本史も作られた。さらに、中村の父親から900坪の土地を京都に与えられ、そこに150坪の邸宅を構えた。しかし、そこでの家事生活は過酷なもので、昼も夜も台所に立つ日々に疲れてしまい、これが離婚の一因になってしまったという。1965年7月23日、 結婚から約3年7ヶ月後、東栄大川博志社長が二人の離婚を発表。離婚の理由を、アリマが今後も芸の道を進むことを強く希望し、家庭の主婦の務めができなくなるためとしている。1969年には実業家の河村三郎と再婚するも、1983年に離婚する。なお、中村と河村のいずれとの間にも子はなかった。 1965年、夫妻による文芸プロダクション人参クラブの解散後は、宇野重吉に死縮して劇団民芸に所属する。演技を基礎から学び直したが、再婚と同時に退団した。その後は主に舞台とテレビドラマを中心に活躍している。次女、バラと通行の日々などで、初婚前にある映画監督と不倫関係にあったことを告白している。 二千十年四月、私の履歴書でも、この不倫と打体について触れ、赤裸々な連載が話題となった。有馬自身は、映画監督の実名を公表していないが、一部のマスコミは、市川コンであると、実名報道している。二千十三年七月十七日、宝塚大劇場で開催された、宝塚音楽学校創立百周年記念式典1年の、道今新しき未来へに、 八千草香る、天見みゆ男霊たちと共に出席した。2014年、宝塚歌劇団、創立100周年記念で創設された、宝塚歌劇の伝道最初の100人の一人として、伝道入りを果たした。田園調布の自宅を引き払い、2007年より、横浜市の中高年向けの高級分譲マンションで、一人暮らしをしている。住民同士で、ガーデニングの会を立ち上げて、 共有の庭にあるモネコガーデンの世話を楽しむなど魅力的なライフワークをメディアで語ることも多い。他、多数。ありがとうございます。